皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。夏芝です。さて、今回はですね、デトロイトパート13やっていきたいと思います。今回はハンク側、警察側のお話ですね、やっていきたいと思います。そうさ、久々でちょっとあれですね。警部と和解すると、喧嘩したんだっけ。でもあそこで飛び出していかなかったから喧嘩ではない気がするんだけど。よし、来た。なあ、後悔させねえって。かわいいですね。人の言うこと聞きやしねえ。金魚の糞みてえに檻についてくんな。どうしようかな。まず謝罪からいきますか。署での私の行動についてお詫びしたかったんです。あんなことを言うつもりでは。おいおい、お前ごますり謝罪プログラムまでついてんのかよ。最近のサイバーライフってのは気が利くね。友情がちょっと上がりましたね。お待ちの。スキャン。そうだ、 XL サイズ。おえー、めちゃめちゃ大きいな。ハンバーガー、わお、ファーストフード店。ここは事業種。犯罪歴、逮捕抵抗、衛生規定の違反。これ怖くない？なんかちょっと。ハンク・アンダーソン警部補と。ちょっと、あれ、そうだか。そいつ置いてくなよ。ああ、心配すんな。俺にべったりなんだ。ついていきましょう。どうしましょうかね。食事か。よくここで食事を。ほとんど毎日。ここのハンバーガーはデトロイト一だ。コレステロール。その食事のカロリーは1日の推奨摂取量の 1.4 倍ですよ。それにコレステロールも2倍です。おすすめできません。どうせいつかは死ぬんだ。上がりましたな。変異体の情報を共有しておきましょう。そりゃ助かるね。どうぞ。彼らは機体のソフトウェアに発現した何らかの変異に誘引され、人間の感情を模倣し始めるんです。分かる言葉で言ってくれ。実際には感情ではありません。非合理的な指示に制圧されたことで予期せぬ行動を引き起こしているんです。感情ってのは厄介なもんさ。俺たちはそう違わないのかもな。ハンクと高速話そうかな。変異体を追っていた時、なぜ渡るなと言ったんですか。そりゃ死んじまうからだろ。おい、備品破損の報告書を書くのはごめんだからな。ハンクとコナについて。私について知りたいことはあるわけ。ああ、いや、ある。なんでお前はそんな間抜けな見た目と声に出るんだ。アンドロイドは人間と共存できるようデザインされています。私の声と容姿は社会に溶け込めるようデザインされています。なるほどね。いや、失敗だな。あ、全部聞く感じか。いいですか。なぜそんなにアンドロイドを嫌うんですよ。いろいろ訳ありでね。なるほどね。変異体の操作を。
数ヶ月前、ある変異体が屋上で少女を人質に取ったんです。少女は私が救った。ここもあれかな、分岐によって話すことが違うのかもね。調べ上げてんだろ。真実。あなたは学校を首席で卒業し、事件で名を挙げ、デトロイトで最年少の警部補に昇進しました。ヘイトだったんだ。数年の間に幾度も懲戒処分を受け、バーに入り浸るようになった。いや、あんまり深入りしない方がいいんじゃない、コナーさん。誠実に。問題を抱えている人との仕事はおそらく一筋縄ではいかない。おい、そんなことを言ってほしいんじゃないんだけど。私は人間のランダムな行動にも対処できます。ちょっと今新しい事件の報告が入りました。このすぐ先です。見に行きませんか。それではごゆっくり。私は車で待っています。ふん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 。それにしてもリアルですね、本当に。おい、コラ、バッテリーでも切れたか。すみません、サイバーライフに報告していました。バッテリー。お前ずっとエレベーターにいるつもりか。いえ、行きます。コナーのパートはちょっとあれですね。男の情報は平和でいいですね。近所の住人から妙な物音が部屋から聞こえていたと報告が。空き家のはずなんですが、ただ LED を帽子で隠した男の目撃情報があります。あーったく、人手が足りないってのにいちいち物音がしたってだけで操作してられる。すごい誇りだ。お前本当にエレベーターで報告を送ってたのか。目を閉じるだけで。あんまり使われてないっぽい。へえ、便利なもんだな。そういうところが嫌なんだろうね、多分警部補は。なんて言うんだろう、昭和の香りというか、ちゃんと手で書いて手で見つけるみたいな、人と人とのぶつかり合い。すみません。を望む。デトロイト死刑だ。下がってろ。はい。警部補大丈夫？いや、さっき平和って言ったばっかなんだけど、全然平和じゃないんだけど。いやいや、ちょ待って待って。勝手に動いたらまたなんかあったりする、もしかして。なんか最近ちょっとデトロイト脅かす要素が多いからな、怖いんだよね。クソ、なんなんだこりゃ。ああ、全くひでえ匂いだ、畜生。絶対人死んじゃってると思うんだけど、私。ハト。とんだ無駄足みたいだな。もぬけの殻だ。え、怖いんだけど、開けるの。ちょっと、ハトだった。もぬけの殻。本当にもぬけの殻？これは。都市農園のポスター。ポスターの角、最近剥がされた跡。これは何語だ？何かあったか。ええ、多分ノートのようですが、ただ判読できない。だ、何か探し忘れがある、もしかして。
いや、これ怖いな。普通にいろいろ何もないか。食事をとっていない、つまり変異体である可能性が高いとか。野生の動物に興味を持っていた。うわ、これますますアンドロイド説が浮かびますね。服、ミリタリージャケット、 RT、 イニシャルでしょう。ジャケットに自分のイニシャル、幼稚園児じゃあるまいし、そんなことするか。ルパート・トラビス偽造の運転免許ですね。そうか、収穫はあったね。ハトさん、ハトさん、紙の本で俺以外。え、みんないなくなった？ハトさんもしかして。うわ、いっぱいいる。電子書籍ってやつは紙の匂いも嗅げねえ。それに次から次から来ますな、ハトさん。お前には理解できないからな。あ、あれだ、レインなんとかブラッド。シンクに LED が。やっぱりな、そりゃそうだろう。ハトと暮らせるなんて人間じゃない。ブルーブラッド。出た、 RA。 これはどういう意味だ。 RA9、 2471箇所も壁に書かれています。オーティスのアンドロイドが浴室に書いたものと同じだ。なぜこんなに取り憑かれたように。あと、あのあれだよね、アリスちゃんのところにいた男の人も。迷路みたいだな。取り憑かれたように何度も書かれた文字。まだ湿っている。最近使用されたマーカーペン。ほうほうほう、何に使ったんだろうね。木製の椅子再現。容疑者は最近までここにいたと。なるほどね。はあ、なるほど。もう一つあるのか。これは落ちちゃったの。リビングに逃げていったと。なるほど、すごいね、ここまでわかるのは。本当に。あとは何を調べればいいんだろうな。鳥かご、指紋、最近のもの、特徴なしと。鉄のフック。引っかき傷、最近のもの。おーっと、謎が深まるばかりですね、これは。何か探してないところがあるということ。分析さっきしたもんね、もう3つ。あ、再現か。
容疑者は玄関の方に逃げようとした。容疑者は我々の侵入に気がついた。容疑者はまだここ、痛い、ごめんなさい、まだここにいると。上か、アパートを調べる。上じゃない？またコナーが一人で行くことに。ったく本当にムカつく鳩だぜ。何ボケっとしてる奴、おい。いや、罰。もう出た出た、四角。罰。私が操作するのね。罰。リスクが高い？え？どうしよう。画面。もう待ってー。安全な迂回路。え、何？何したらいいのかわかんない。バツ。いや、コナンかっこよすぎ。バツ。いやいやいや、どこ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 。え、どこ行った？え、そこか。早いがリスクが高いの。行こう。ちょっと、バツ。よっと、そいで、バツ。まあ、いや、楽しいんだけど、これ本当に大丈夫？まる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 。バツ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 。マジでどこにいるかわかんない。敵が。早いよ。どうしたらいいの？あそこか。ごめんなさい。無言になっちゃう。あるに。いける。こっち。ちょっとなのに、バツ。どこ？いた。あ、え、ちょっと。ハンクを救うよ、そりゃ。あ、そっか、ここで感情が。もう少しで。くそ、私のせいです。もっと急いでいれば。俺が足引っ張ったんだよ。そんなことない、そんなことない。私は全然後悔してない。顔は分かった。見つかるさ。ハンクを助けて正解だと思っています。なんでもない。ありがとうって言おうとしてくれたんじゃないの、もしかして。いやー、疲れましたな。ルパートに逃げられたと。逃げられちゃったけど、ハンクは無事だから全然結果オーライですね。はい、ちょっとまた騒がしい回になってしまいました。申し訳ない。ご視聴ありがとうございました。夏芝でした。それでは続きをちょっと見てから終わりましょう。次は、君か。
イニエスタ。あなたたちは逃亡者。君と同じだ。俺はジョシュ。サイモンだ。ノースよ。いや、もう始まっちゃうの？ジェリコについて。ここがジェリコ。奴隷生活から逃げ出した者の隠れ家さ。反撃集団ね。隠れていること。どういうことだ。ジェリコはアンドロイドが自由に生きる場所じゃないのか。俺たちは自由さ。理想とは違うけれど、もうご主人様はいないんだ。誰のものでもないんだよ。何人いるんだ。まだ稼働しているのは19人。稼働中に損傷した。なるほど。みんなジェリコを目指すけれど、たどり着けないんだ。残酷な人間たちのせいで。君の気持ちはわかる。でもここにいる方がずっと自由だ。戸惑い。僕は希望を求めてジェリコに来た。でもここに希望なんて存在しない。君も迷子なんだね。でも今はこれで我慢するしかないんだよ。ここは安全だ。好きなだけここにいるといい。なるほどね。ルーシーに会ってきっと助けてくれる。ルーシー。はい、ということで今回はここまでにさせていただきたいと思います。デトロイトでした。ご視聴ありがとうございました。夏芝でした。よければ高評価ボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。それではまたね。